前回の話。なんと信じられないことにマザークリスタルが悪かった。壊さねば。というわけで破壊しに行きます。誰が悪いのかなと思ってたんだけど、すぐマザーさんが悪かった。信じられない。マザークリスタルをどうすればぶっ壊す。あなた何があった。じゃあ行くか。何何これから物語が大きく展開し引き返すことができなくなります。ちょっとそんなこと言われたら不安になるんだけど。何か来る。でっかすぎだろ。こんなでかいのマザークリスタルって。でかすぎだろ。どうやって壊すねんこれ。壊して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 壊せる。壊して壊して。さすがに勘繰りすぎたか。そうだ、コアが祀られているクリスタル神殿を目指す。さすがに警備やばいでしょ。やれやれ、敵さんがお揃いだ。戦うのか。人騒ぎあったらしいぜ。あいつってもしかして。は？やれやれ、面倒なのがおいでなすったようだ。おい、あの噂は本当だ。浮かび上がってる。ちょっと君のは飛べて？いいとも。まさか。どう？は？は？せろ。二度目の引き上げ来た。なんだよ。なんか力使って。いや、もしかしてシド結構やばいのかこれ。石化が進んで重くなってるから石割れ、板割れたとかじゃないのこれ。そんな気しない。石化で体が重くなってて、今握った時に多分手硬かったんじゃないのこれ。イリリアの Q みたいになったの。まあでも若干この弾だるくなってきた。この弾若干だるくなってきた。カスダメ連打だからちょっと邪魔なんだよ。なんか引っかかるし。うわ、なんか強そうなやついるな。削りやまっ。なんでさ、シドとさ仲いい的な典型的なシーンめっちゃやるの。同時に死ぬやん。合わせろよ。こっち死ぬやろ。おいやめてよ。死なんか。でも知らんけど、なんか嫌な感じじゃない。ちょっとあまりにもマジの裏道感ある。お、壊れてんの。うわ、すご。なんか怖いぶね、こうなると。怖いんごね。でかすぎだろ、マジで。これ、キレイ部だ。これ、ちょっとキレイ部だ。でかい部ねー。なんか、きな臭い部ねー。どうでもか。ちょっと、弾、炎の弾、邪魔すぎる。炎の弾、やめようかな。早すぎなんだよね、炎の弾、動き。あまりにも周りぐるぐるするもんだから、ちょっと気になってきたわ。おほー、最高。オッケー。あれがコア？あれじゃないか。なんでそんな重要なこと先に言わなかったんだよ。何かいる。なんてこった。変身した方がいいんじゃないか。
モハン。クライマー、避けろ。どうやってどうやってかわすんだよ。ちゃお前食らってんじゃねえかよ。シノが食らってんじゃねえかよ。食らってんのよ。シドとか食らってんのマジでおもろ。食らってんのよ、カワセとか言っといて。コールチャー頭コールチャーかわしてほしい。かなり怪しい判定だよ。かわしてほしい。ダメージでっかいのね。シドシド何やってんだあいつ。めっちゃ食らってたぞ。何立ち尽くしてんだよ。あ、やっぱりそうじゃ。クライム限界ランドの指導、あれが怖か。さて、覚悟はいいか。もちろんだ。俺はできてる。ええ、見届けるわ。ありがとうよ。おお。は？壊れるわけねえだろ。さて、どうする。考えてきてたでしょ。壊れそうにないぞ。考えてきてないの？老体には応えるが、こいつばかりは仕方ねえか。下がってろ。ラムーに権限する。大丈夫かな。でっか。でかすぎだ。こいつも暗いな。おお。こんなんで壊れんの？見て。こんなんで壊れんの？は？え、何これは？なんだ。あ。シド。あれは何なんだ？え、何これは？クソ、俺がイフリートになれば。召喚獣にならないとって直感するぐらいヤバいんだ。その声はそのスタンプじゃ。クライム、そのスタンプぴったりすぎだろ。え？なんかもう吸われたぞ今。え？何ここ？え？何ここ？ここは一体は？突き刺さったのか。その声、やはり貴様か。どこだ、姿を見せろ。あいつまだ動けるのか。さすがに抜けねえの。繋がったまんま。もう一回抜くの？
FF ジオン。まだやんの？え？なんなんだあいつは。本当だよ。なんなんだあいつ。最後は止まる。なんだ？どんだけラムーのやり強えんだよっていうか。強いか。抜けた。うん。ラムーノ。なんだ BGM が。貴様許さん。虫歯？頭か。お？おおおお。権限できてる。ふざけんなおい、痛すぎだろ。無理無理無理、間に合わないよ。タケドンするんだ。変な技。あれ？死んじゃった。死んじゃった。ふざけんな、何人出てくんだよ。はあ？何をするつもりだ。なんだ。は？何？え？何やってるの？本当に何？貫突。ティフォン貫突。課金しろ、貫突しろ、世界が変わるぞ。やばい、威力 4000% アップしてる可能性ある。終わらせる。 4000% 威力上がってる可能性ある。やばすぎだろ。いって、やばすぎこいつは。
なんやこれ。おもろすぎだろ。うまい。かわせれるから結局。強すぎこいつ。天井を変え。なんか。は？やばすぎだろ。無理。無理無理無理。そう普通に無理。やばすぎやばすぎ。いや普通に痛いんだよ。そんで普通に痛いんだよ。やっとタケドンした。火力エグすぎるユピート。全然あいつよりヤバかったな。きたーデモンズウォール。おーいたー。ダメージでっか。ヤバすぎ。なんだよそれ。こいつおもろ。こいつめちゃめちゃおもろい。うい。どうすんだここから。出た。かわせる。あ、飛んでかわしたのか。あ、ずるいぞ。痛い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 。ハハハハ。肩ムーブしちゃったね。お前フラグだよそれ。え、見て燃えてるっす。ん？まだあったんかーい。熱い。いい加減奥義取ろう。5年ぐらいやった気がする。いい加減奥義取る感じ。あれ他の2人は。クライブ。よう目が覚めたか。シド、傷が。またみっともねえところを見られちまったな。待ってろ、今すぐ手当てを。そうも言ってられんぞ。は？ようやくわかったぜ。お前が奴を狂わせたのか。くたばりやがれ。主人、マフーズ、ハセファス、アスモガルスウィン。こいつ何なんだ。シド。やれやれ、このざまかよ。クライブ、お前は俺がずっと言えなかったことをすんなり言ってのけた。人が人として生きられる場所を作ることなんだと。
俺が本当に欲しかったのは、そう、誰もが自分の意志で生きられる場所だ。お前ならきっと作れる。やめろ。ダメだ。あと頼んだぜ。この腐ってるな世界に居場所を、窮屈なクリスタルの牢獄をぶち破るんだ。ダメだ。シド、いい悪党になれよ、クライブ。死んじゃった。シド死んじゃった。万物のムクロ、悠久なる火をまとい、再来の炎となれ。よし、ごめんね兄さん、こんな形でしか会えなくて。僕がわかるのかい、二人を守ろうとしたのか。本当にいい子だ。そこにいるのだろう、アルテマン。おう、我が存在を知ったか。褒めて使わそう、フェニックス。え、何こいつ。お前のことを探るために随分と旅をした。住所になっちゃった。僕たち兄弟が引き裂かれてからずっとね。お前の狙いが兄さんだということはもう分かっている。だが、お、兄さんはこの僕が守る。ジョッシュ。ならば。古の力秘めたる神々の息を。不浄なることの葉を払え。ほう、魔法衝撃。出た、魔法衝撃。ファイヤー、ファイラー、ファイガー、ファイジャー。ファイジャー、ラチが開かないな。ファイジャーって何すか。もうよい、戯れはやめよ、フェニックス。器を渡してもらうぞ。させないよ、絶対。何？この程度の炎で我と敵するつもりか。断りたるお前を倒せるなんて鼻から思っていないさ。でも兄さんを守るだけなら僕にもできる。
おお、羽が。これは天性の本。僕の力を一体何だと思っている。自分の中に入れたってこと？死ぬ確率95ぐらい。ジョッシュがもう一度ちゃんと死ぬ確率も95ぐらい。あらどうこく。え、あ、あれ。ガブ助けて。ここか。戦場もわっ。やこ。クソが。あ、ガブが。ん？ガブ急いで。分かってる。おお、二人で刺したクリスタルが。ここにシドはいないようです。クブカ様に報告を。ん？もう遅い。は？ガチでイカれてるこいつ。こいつマジで綺麗だ。みんな死んじゃった。なんだってんだ。おい、何が起こってんだよ。死だー。ランデラからいい織物を仕入れたよ。どうだい、触っていかないかい。どうだこれ。さあいらっしゃいいらっしゃい。朝採れたばかりの新鮮な野菜だ。何でも触ってるよ。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬。ちょっと見たってよ。どれもどれだって新鮮だ。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬、いろいろ取り揃えていますよ。旅の方、お薬はいかがです。血止めや足の疲れに効くハーブもありますよ。ごめんね、買ってあげたいけど。どうか良い旅を。冷た。どなたかお薬はいかがですか。5年後、5年も経ったの。次シド、よく来てくれた。は、すごい見た目。さらに5年経ったぞ。風吾の姿はないか。ばかりは。黙れと言っているのが分からんのか。出てき方ヒーローすぎだろ。この雷に打たれるドイツだ。まさか本物シドだ。行きましょう。BGM がアレンジじゃないしかもシドの BGM が。見たことある。あ、こうして。おお。
スキル増えすぎだろ。で、5年間タックしてました。最後はトルガルなんだよね。まだいんのかよ。しどめ。あんなクソデカドラゴンに勝ってるのにこんなやつに負けるわけねえだろ。ちょっと待って、親知らずが独特すぎる。親知らずが独特すぎる。素早い相手よ。おほほ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 ほ。お前のせいでこれまで何人の仲間が死んだと思ってる。関係のない俺たちが餌に使われたんだ。お前をおびき寄せるためだけに。すまなかった。分かっておくれ。わしらも必死で生きとるんだ。ほんとだ、ほっぺたのやつ飲んでない。シドの意志を継いだ時からこれくらい。あ、でもなんか傷あるな、ほっぺたに。クライブ拠点まだあんのかよ。っていうかベンヌコ、ほら着いたぜ。お二人さん、愛しの我が家だ。オボロス、全然違う前のとこと。ガブいるのかな。そうしよう。気づいたらこんなリーダーになっちゃって、みんなに振る舞う。 What? 私は1万ギル。ガブの憩いの場、うん、ちょ、1杯だけ飲むか。1回。はい、ここに。ごちそうさま。おお、ばあちゃん、いい品が揃ってるよ。そんなにいい品揃ってないだろ、これ。そんなにいい品揃ってなくない？ん？なんだ？なんだこれは？ 35%、15%、20%、マジ？おお、めん。なんだ？いい品があるやん。さあ、全部買います。見ていきな。こういうアイテム大好き侍、拙者。うわ、じゃあガブがやっぱ持ち帰ってるじゃん、これ。チドとクライブの間で交わされた。すべてのマザークリスタルを破壊するという誓いのお菓子。以前の隠れ家が襲撃される中でガブが持ち出した。今ではクライブたちの信念を象徴する存在となっている。これしかない、思い出の品。え、このゲーム始まったとこで笑った。このゲーム、ここから本番で笑ったやねんけど、これ。こっから思い出できる。これが1個目の思い出なのかよ。ふざけんなよ。マジ？ここまでシュートリアルだった。結構あるな、ボレームが。ここに行くとこはね、植物園とかあるぞ。いや、でっかっていうか拠点。クソでかいやん。よかった、タルヤの医務室もあるわ。ハルポクラテスの書庫。これ何役なんだ？ビビアンレポート。ゲーム中に登場した主要人物はメインストーリーにおける世界情勢を確認することで、人を知ることが勝利につながる。おお、すごいなこれ。え、アナベラどうなったんだろう。これタイラーとウェイドまでおるって。イカれてるよこいつ、マジで。これイカれてるよ。ジョシュは死亡。そう、ウェイドが守った。あー、ティアマットか。こいつ、ちょっとかわいそうだな。こいつ普通にかわいそうだ。クソわかりやすいこれ。フーゴとかやつが、やはり一番行かれてる。自分が、ただ、枕営業されてただけとも知らずに。え、なんで薬売りの少女出てくんの？こんなとこに。いる？明るいパートが、1ミリもないんだよな。全部クライブ。1ミリも明るいパートがない。何この魔物。なんか見たことない魔物湧いてない？これ何なの？うわ、出た。なんか見たことあるぞ、これ。は？アーリマン C。賞金首的な？なんかすごそうだ。いって！ガルーダ！
が違う、まるで近づこうとした。痛すぎ。はやっぱりまずい。ああうざけ、強すぎだろ。くそー、初めて死んだ。出ないといけないのか。無理に雷でガチャガチャしすぎて普通に戦えばよかったのに。あいつめっちゃ強い。いやでもちゃんとああいう強敵みたいなのいるんだ。なんかこのままどうせ死なねえだろみたいな敵と戦うのかと思ってた。死ぬんだこのゲーム。しー、今度こそ全力で行く。これができたら危ない。えぐすぎるってお前。削り切れ。おほ、うー強いね。金6700。手強い相手だった。そこの人ちょっと手を貸して。おお、あんた傭兵だろ。ちょうどよかった。ここに来る途中チョコボが野党どもに追われてたんだ。あいつを助けてやってくれないか。チョコボ。ああ、でもまさか乗れるようになるのか。野党から行商や旅人を守ってくれるこの俺もこの前野党に襲われた。どうか頼む。いいだろう。ありがとう。この先の街道を横切って船着き場の。あのチョコボは気高いナイトのごとき振る舞いで行商仲間からロザリアの心なんて呼ばれてる。一目見ればわかった。それじゃ。そんなチョコボいるんだ。白いの。まあ行ってみるか。アンブロシア。まさか。はっはっは。そんな。ロザリアの心。死んだよ。どんなチョコボなんだ。やつは死んだよ。白いチョコボ。あ。もう大丈夫だ。お前がロザリアの心か。目が。その目の傷。まさかあの時の。マジかよ。やはりお前はアンブロシアなのか。やれやれ、ロザリアの心があんたのチョコボだったとはな。アンブロシアどうした。あんたと一緒に行きたいんだよ。何？何年ぶりかに再会したチョコボとまた旅をする。なんとも泣ける話じゃねえか。よし、ちょっと待ってくれ。おお、クラオ。おお、眼帯付きなんだけど。いろいろと用立ててくれて感謝する。後ろのやつらにもついてない。当然さ。お前が必要な時にはすぐに呼ぶ。これからまたよろしくな、アンブロシア。おお、大丈夫。上でさ、なんか直立で乗ったりしない？チョコボの上に直立したりしない？大丈夫これ？おお、うわ乗っててわなたジル。おお、早い。最高だ。